はい、こんにちは。こんにちは。はい、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、黒川会長にですね、たもやの黒川会長に人生相談ということでね、毎月1日1回ね、いつもさせていただいたんですけれども、うん、こちらは、あの、田村神社会館の方、会館ね、田村神社ね、うん、やってます。龍がすごく、これすごいですね。すごいですね。黒川さんあれでしょ、龍っていうのなんかこうすごい何よ、いろいろと龍好きじゃないですか。 ああいうのって好きやね。登り龍、登り龍なんですか。ね、おお、後ろの雲も龍っぽくなってくるとか。あ、本当や。なんかすごい ね、いいですね。はい、おお、でね、ちょうどね、うん、黒川さん今日ね聞きたいのは、うん、ちょうど去年の12月22日に、うん、220年間続いてた土の時代っていうのがあったんです、うん、先生術っていう術でね、はいはい、で今度この22日からもう風の時代っていう風になってるんですよ。はい、はいはい、でね、あの風の時代にね、もう恥ずかしいんですけどやってるんですよ。風の時代でね、はいはいはい、ユンは、うん、あの心の時代とか、ね、精神的な時代、ね、で土の時代がちょうど物質的な時代、うん、というふうに言われとったんですけど、うん、なんか変化とか変化こう取り組んでたこととかユンありますか。いや、もともとうちの会社、まあまあその土の時代の時からやっぱり心をね、はい、まあまあ全社員とか、はい、みんなにやっぱり思いやりとか、はい、そういった心の部分の部分を全部ずっと言ってきてたんです。いつも言ってましたよね、そういえば。 それをこうやってきて、やっと風の時代に入って、あ、たもやの時代で教えとったことがそのまんまなったからみたいな。ああやっぱりね、はい、やっぱりたもやは元気とか、やっぱ気を大事にしてますよね。元気やし、やっぱりこう、まあお客さん当たり前やけど、うんうん、一緒に働く仲間、ね、あ、仲間に対してもね、思いやりとか持つ、お互い、まあなんか注意ではないけど、はいはいはい、いろいろ教えてもらうようも素直に聞く、はい、また言う側もこうね、思いやり持って教えるとか、教える、そういった部分はもうずーっとやってきてます。それが風の時代になって、あ、乗ってきたな、乗ってきたなと、龍に乗るがごとく、ね、上り龍で乗ってきたなという感じですか。そんな感じですね。はい。ほんでね、うん、あのやっぱりね、風の時代と言ったら女性性っていうかね、あ、はいはいはい、あの土っていうのはやっぱりあの男性性、はいはいはい、まあ、男性社会とかが、まあ、はい、あの世の中を引っ張ってきたんですけども、はいはいはい、いよいよ女性が引っ張っていく、うんうん、まあ、男性でも女性的なものの力が引っ張っていくと言われてるんですけれども、うんうんうん、もう玉屋さんなんかはあれですか、女性多いですよね。多いですね。パートさん入れたら7、3。7が女性。女性。で、男性が3ぐらいですか。3割ぐらいかな、うん、と思うんやけど。なんか女性を生かすようなことっていうのはされたんですか。女性性で。生かすようないうか。生かすいうこと自体がもういかんのかな。まあ、まあ、たまたま、これもたまたまやけど、はい、去年の1月かな。去年の1月かな。うん。から、もう代表がうち嫁になって、あ、奥さんになったんですか、ね、はい、女性が、女性が、うん、ほなもう考え方ちゃうよ。で、あ、僕とりあえず代表権いうか取締役なんで代表権がないんですよ。マジですか。まあ、まあ、とりあえずアドバイスはなんかするけども、でもう決めるのはもう社長が決める。はい、ほんでもう女性っていう考え方、はいはいはい、今まで、はい、僕は代表取締役、専務取締役、そうですね、そんなのがあって、もう黒川さんが決めたことを、そう、奥さんがフォローしていくというような感じだったんですけど、目的は同じようなところみたいんやけど、はいはい、やっぱり言い方とか、はい、あんなが違うけん、普通の社員からしたらどっちなんやみたいな、あ、まあ、どっちが、あ、ダブルでおったらね、うん、ついていってへんやんみたいながあったけん、まあ、僕を引いて、ね、奥さんにこう代表を渡して、すごいです。なかなかできんですよね。たまたま、うん、へえ、なんか直感ですか。いやいや、たまたまなんかそんなんが多いんね、僕わからんけど。
前あれね、ほら入院した時もそう うどん屋なったんもたまたまなったというか事故なって、そう天井から落ちてって言ったね。天井から、そうそう、2階から2階からね、電気屋のね、あそこをしょった時にね。振り返ったらたまたま多いですね。ああ、ちょっと一歩先行っとるんやけど、それで時代が、いや実はそうだったんやいうことがね、ありますよね。多いですね。それなんかこう降りてくるんですか。やっぱり龍がいいんですかね。上り龍で。そう龍が入ったもん。入ってます。おー背中には入ってないですよ。怖いわ。ああそうですか。そうだね。でも女性でもまあ男性的な考え方しとる人もおるけんね。昔はね、ほら、だあの土の時代っていうのは女性がこう出てはきたんだけども、うん、キャリアウーマンとかどっちかっていうと男性よりの女性っていう感じだったでしょ。でも今度はもう女性よりの男性というか、もうほんまにもう女性に、ま、意見を尊重するいうふうにね、したらええんちゃうかなと思うけどね。国会でもそうやけど、国会でもね、ちょっと言うたらもう、ね、もう全然いかない時代になったでしょ、ね、そうなんです。だからううガラッとほんまに変わってきましたよね。それとかまあちらっとね、あのその7つの秘訣、9つぐらいやったでしょ、風の時代で、ほんだらもうやっぱり体調管理とか、もう無理せんでと、しんどい時はゆっくりねえとか、体がだるいとか、これでおいしいもん食べえと、ね、ありました。あ近いんはやっぱり生もんね、刺身とか生も食べえとか、ほんまにもうちょっと飲みすぎたらゆっくり寝てます。前はね、猛烈社員とかね、もう24時間働けますかっていう、そうもう若い時そうだったでしょ。もうダメですね。それ年だから。じゃあ年言うてかん、年言うてかん。そんなん自然としちゃうな。不思議やな。なんでやろうな、わからんし。いや黒川さんがええところは なんかね、直感なんですよね。それよりほんでパッと前にしてることが多いじゃないですか。そうかな。そう、ね、だから、まあ言うてええんか悪いんか分からんけど、倫理相談したって先生に、あなたこれやったらいいですよ、あやってます、あなたこれやったあやってます、あこれやったあやってます、こんまあ何をせえ言うのはちょっと言いませんけども、ほとんどそれだったりって言ったじゃないですか。そうね、ほんまにね。そうですか。ね、まあやっぱりこう世の中自由とやっぱり平等が一致する世の中の方が、ええけん、そういう風の時代になっとんちゃうかな。ああ、やっぱりこう女性社長になって、そういうフラットな方、奥さんがなったから、割とやっぱりこうフラットに意見言えたりなんかするような組織にもなってきようんですか。そう、まあしてますね。まあ昔は、昔は今の、まあ、社長は、意外といかんとか、パチンと切ったりとかしょったんですよ。ああ。でもまあまあ、ちょっと考え方変わったわね。まあまあ受け入れるようになったみたいな。やっぱりこう、ポジショニングが、役が人を作るいう感じもあるんですかね。けどまあやっぱりいろいろ考えて、今これするべきじゃないとか、パチンと言うけどね。そうですか。あと個人的にはありますか、組織的な会社のことは今聞いて。まあ個人的に言うたら、なんですかね、いやだけんその自由にもうしんどい時は寝おるし、自由に食い物はね、そんなに何ダイエットせないかんがとか、あんなんしょうらんし、食う時は食うし、飲む時は飲むし、その一日一日楽しめる。やっぱり楽しむっていうのが一つのテーマですか。う、ね、もう飲んだ時は楽しいって、もう記憶はないいやもうね、黒川さんと飲んだらね、僕もうヘド吐くぐらい飲まされるんですよ。飲まされる言うて。いや、一緒に飲んだ時、もう前カラオケ行ったんですよ。みんなが飲んで、なんかね、若い子はもうカラオケばっかりね、飲まんとするでしょ。ほんで、黒川さんが途中で来たんですよ。ほんならもう、めっちゃ飲め言うて、まあ僕もスカンホでないんで、ついつい飲んだらもう、最後なんですよ。
もうほんまゲロゲロでございました。まあ大変でした。いや楽しまない、楽しまね、やっぱり自由が大事だもんね、うん、自由にしとったらええんちゃうのか、こうでなかったらいかん運もないじゃないですか。今もあるでもある程度の運はちゃんとせないかんけど、ね、今ちょっとね、うん、喫茶店行ってある人が自由にならなくて悩んでましたね。ああそうですね。やっぱり自由な方がねいいと思いますよね。そうですね。でもなんか自由すぎたら怖くないですか。そんなことない。ああ、いや、ありますあります。やっぱり自由っていうのは。なんか言いつつその時にまたちょっとね、おう、まあ極端に言ったら、まあ飲む回数が増えて、はいはい、毎朝楽しいな、きょったんが増えんようになったりとか、はい、うわこれいかんなと思いつつ、やっぱりちょっとシャキッとする時間も作る。その辺どこでどうこう何言うんかな、なんかね、自己ほらついつい自由すぎたそのまま行ってしまうって、そうそうそう、なんか怠惰になってしまうっていう恐れがあるわけですよ。そう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 、なんかあちょっといかんな、うん、でまた元に戻したりとか、これ戻せる力っていうのはやっぱりあまりそこまで考えなくていかんなと思って、うんうん、あまりいかんな、これではいかんな俺とふと思う時がある、うん、はいはいはい、で戻したり戻して、でもまたまた自由にそんな感じです。そうですか、わかりました。まあ今日はもうちょっとあまりにもね、人が来たり恥ずかしい中でやってましたんでね、あれですけれども、なんかこう風の時代で、お話をさせていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、もう上り流もねこれ本当に田村神社で、やっていきたいなと思ってましたんで、はい、あ気持ちがいいです ね、 やっぱりね、ちょっと寒いけど寒いですけど、はい、ということで今日は終わりたいと思いますね。ちょっと流をちょっと見せていきます、はい、最後ね、こんな、田村神社の龍でございます、はい、はい、またそんな形で、また来月ね、来月よろしくお願いします、はいはい、お願いします。それではさよなら。